好調といいますか持っている最近の今宮です。初球がストライク、イニングまたぎになりました。マウンド上は平野、これを打ち上げましてどうでしょうか、レフトか、レフトか、抑えました。栗山ナイスプレー。こうなると斉藤さん、なんとなく流れがちょっとずつこのブルーの方に傾きつつあるような感じがしませんか。そうですね、そういう感じの試合展開になってますよね。この今のプレーもですね、はい、難しいプレーといいますかね、ショートなのかレフトなのかどっちが取るのかというところでですね、はい、もしかすると何かあるのかなというふうな感じで抱き寄ってたんですけども、まあ、ああいうふうにアウトになるっていうところを見るとですね、少し何かこうライオンズの方に流れがいっているのかなという感じもしますよね、はい、そうですか。あとはそんな中でその流れを引き止めることができるのがこの内川になります。